父と子と聖霊の御名によって、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。出会いとは、その出会いを通して今までの自分の歩みや生き方を根本的に問い直され、新しい歩みへと変えられることだと思います。いわば出会いを通して今までの歩みにストップをかけられ、方向転換をさせられるような経験をすることが大事だと思います。ザーカイはイエスと出会って同じ経験をしました。それまでザーカイを支えていたのはお金である、朝鮮人の頭という地位だった。しかし人の批判やつぶやきを聞き捨てて、あなたの家に泊まると言われたイエスに出会い、その愛に触れてザーカイは今まで人に嫌われても自分を支えてくれると信じて、懸命に溜め込んできた財産を貧しい人々のために投げたものへと変えられたのです。ミサの最初に私たちは会心の時を大事にし、自分が新しく生きたい、このことを願うわけです。心の方向転換、つまり自分の改心を願いましょう。罪人である私たちのために多くの苦しみをお受けになった主よ、憐れみなまえ。罪を許し、私たちを永遠の命に導くために十字架の上で命を捧げてくださったキリスト、憐れみなまえ。キリスト、憐れみなまえ。父の栄光になるご自分の道に私たちを招いてくださる主よ、憐れみなまえ。キリスト、憐れみなまえ。全能の神が私たちを憐れみ、罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りましょう。慈しみ深い父よ、あなたは限りない愛を持ってご自分に立ち返るすべてのものを迎え入れてくださいます。改心の道を歩む私たちに神の子供としての新たな命を与えてください。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。Thank you.
は皆さんと共に、聖ルカの福音。主に栄光を。その時、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話された。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部金に変えて遠い国に旅立ち、そこで法王の限りを尽くして財産を無駄遣いにしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴマミを食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って、父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き切腹した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてお振りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑に、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お
父の目が肥えた子牛を贈られたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すら来れなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛を振って小ヤギになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。キリストに賛美。ザーカイの話は私のエピソードです。今ここにいる私たち一人一人に神様が御言葉を通して語りかけてくださいます。両親に負い目があるとき、恥すべき多くのことを行ったとき、恐れずに少し立ち止まってください。恐れずに少し立ち止まってください。あなたを待っている方がいることを考えてみてください。あなたを待っている方がいることを考えてみてください。その方はあなたを常に心に留めてくださるからです。その方はあなたを常に心に留めてくださるからです。この方こそがあなたのお父です。この方こそがあなたのあなたを待っている神です。あなたを待っている神です。ザーカイと同じように、許しへの望みの木に登ってください。
ザーカイと同じように、許しへの望みの木に登ってください。ザーカイ、急いで降りてください。急いで降りてください。私たちもイエスに名を呼んでいただこうではありませんか。私たちもイエスに名を呼んでいただこうではありませんか。心の起こす声、イエスの御声を聞こうではありませんか。心の起こす声、イエスの御声を聞こうではありませんか。イエスは言われます。今日ぜひあなたの家に泊まりたい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。あなたの心に、あなたの生活の中に泊まりたい。あなたの心に、あなたの生活の中に泊まりたい。私たちは喜びを持ってイエスを受け入れようではありませんか。私たちは喜びを持ってイエスを受け入れようではありませんか。イエスは私たちを作り変え、私たちの石の心を御子の心に変えることができます。イエスは私たちを作り変え、私たちの石の心を御子の心に変えることができます。私たちを利己主義から解放し、私たちの人生を与える愛にしてくださいます。私たちを利己主義から解放し、私たちの人生を与える愛にしてくださいます。イエスにはこのようなことができます。イエスに癒していただこうではありませんか。イエスに癒していただこうではありませんか。ザーカイのようにイエスを清という日のうちにお迎えするものでありたいと願います。ザーカイのようにイエスを清という日のうちにお迎えするものでありたいと願います。最後の祝福の前に、ミサで黙想会が終わったわけではありません。皆さん、1時から許しの席があると思いますので、私はどこかで座っていると思いますので、その時にどうぞ声をかけてください。
主は皆さんと共に、また主宰と共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆様の上にありますように。アーメン。感謝の祭儀終わります。行きましょう。主の平和のうちに。掲載の歌、ピント10ページ。